かけて、すいませんなんかわかんないんですけど内側から鍵がかかっちゃったんですよねみたいな言ったら、なんか10円玉でなんかマイナスドライバーを刺すところがあって、ドアの鍵の近くに外側のね、それをやってくださいって言われて、のんちゃんさん一人でカチャ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 やってて、おきちゃんできたよごめんねって言って、ありがとうございますみたいな、いやありがとうございますだけど、どうやって出たんだろう本当にどうやって出たらそうなるのみたいな内側から鍵がかかるのみたいなね、ちょっとね、のんちゃんさんがどこから出てきたのか、ドア1個しかないはずなんですけどねっていう、はい、そんな感じですねっていう、まあそれでちょっと1分ほど遅れたんですけど、まあ全然間に合いましたね、のんちゃんさんの迅速な解決のおかげでお風呂場でショールームができます。はい、ありがとうございます。待ちます。みちさんがいないからね、今ショールームしててね、カラオケので、マイキューもね、コッコさんと一緒の部屋なんですけど、コッコさんもいないからね、うちの部屋に来てね、3人でご飯食べてました。ドラサンドイッチしてました。うん、夢時から出そうぜ、おーおーおー、いい曲や夢時から全力で行こうぜ。動脈と静脈どっちが好きですか？別にどっちも好きじゃないかな。うん、まあそんなに血液に興味がないっていうか、はい、うん、どちらかというと動脈かなと思いますね。はい、全力で行こうぜ、チュン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 。そう、これ TIFF の T シャツですよ。東京アイドルフェスティバル、これね、テロテロ系だから汗をね吸ってくれるんですよ。いや、東京アイドルフェスティバル、どんな匂いする？無臭。あ、そう、ポリエステルね、汗をね吸うやつや。全然涼しいですよ、着てて。レッスン着にしようと思います。こんばんみーみー、無臭だ、匂いのつかない無臭だ。無理しない。後ろのデザイン、後ろ見たことないんですよね、自分で。まだまた見たいと思います、選択するときに。マリアアイドル見たの、せやねん、もうね、いろんなね、あのもともとファンだった、今でもファンなんですけど、好きなアイドルさんとかがね、普通にね、廊下とかをうろうろしているんですよ。いやー、びっくりよね、本当に本当に。なんか楽屋の名前とか見たりとかしてね、あ、あの人もあの人もいるみたいな感じで、もう焦るよね。例えば私ね、アイドルっていうか、私スターダスト DD で、スターダ DD なんですよね。で、割とスターダストのアイドルさんと控え室が近くて、めっちゃ興奮しました。うん、わおみたいなマジかみたいな。スターダスト好きなんですよ、昔から。うん、めっちゃ良かったです。はい、大人になれば無理しないで歩きながら回り
探してるんだ。声が枯れてきた。チーム社長子さんとかにすれ違いました。はぁーって思った。あとはスリービージュニアさんとか。めっちゃいろんなアイドル、まあ、あのシュークリームロケッツさんとかね、同じステージに立ちましたしね。私すごいラストアイドル見てたからはっみたいな。しかも私長月みどりさんに自分のマイクを渡すやつだったら、同じマイクを使うからマイクをね渡すんですよ。その時にはっどうぞみたいな感じで、めっちゃ可愛かったです。ちょっとね堪能してきました。よかったよ本当に。いやーよかったね。どこからか力がみなぎる、僕らはここからがすごいぞ。あちゅん、ラストアイドルさんの中で私シュークリームロケットさんが一番好きなんですよ。めっちゃ楽しかった。いやー SDU もねたくさん曲を披露できてよかったです。柏木ひなたさんファンでした。おー私も好きです。私はひろたあいかさんと松野里奈さんが好きです。まあそんな感じでね、すごい濃い一日を過ごしたわけですよ。濃かったね。なんかね、2日前に東京来て、濃いよ。昨日もねお仕事したりとか、外へもまあちょっと用事があったりとかで、今日ね溶けるぐらい動いて、明日はニコファーレですよ。もう密度の濃さが半端なすぎ。ありがたいね、ありがたいね、本当に。ミュージックトライブ本当にメンバー発表されましたね。沖優香名前がありました。嬉しいです。しかも私岡田奈々さんとステージにまだ立ったことがないので、やっと一緒のステージに立てますね。楽しみ。しかも地元です、岡山出身でございます。はい、9月か、楽しみやな。エモい、エモいっすね。岡山生まれ、岡山育ちです。よ、岡山生まれ、岡山育ち。悪そうなやつは大体友達。なんてこともなく中学高校引きこもってた。いや、そんな私が夏ね、こんな暑いところに出てくるとはなかなかないですぜ。いや本当に夏ね、外に出ることがなかったんでね、はい、もう歩くことすらしてなかったのにね、こんな炎天下の中踊ることになるとは。
しい恋の新衣装めっちゃ可愛くないですか。めっちゃ可愛いっすね。あれはねすごいなんか水色と黄色で瀬戸内レモン感があっていいですよね。私が勝手に瀬戸内レモンって思ってたらだけなんですけど、あやっぱレモンなのかな本当に。いや爽やかやな、なんかちょっと CA さんっぽいですよね。若干なんか CA さん風がある。アテンションプリーズ、 STU48 です。 STU48 です。やれますねすごいね着ててね、あこの衣装めっちゃ可愛いなって思いながら着ました。しかも踊りやすいしね、涼しいしイカ天食べたくなる。いいですね瀬戸内、瀬戸内レモンのイカ天いいっすね。チンチンチン、沖優香って名前書いてますよ衣装に。自分の衣装です。嬉しい、初めてだ。嬉しい、嬉しいっす。まあでも自分の衣装なんですけど、まだ一回も自分の衣装着てないんですよ。私あれ岡田奈々さんの衣装着てて、のんちゃんさんが私の衣装着てるんですよね。だから自分のであって自分のじゃないんですよ。でも岡田奈々さんの衣装を岡田奈々さんより先に着てしまうっていうね。はい、交換してたんですよ。スワップです、スワップ。で次は自分の衣装、自分の衣装ごちゃごちゃなんですよ。チン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 。袖通してない、いや袖は通しました、フィッティングの時に。なんですけどまだ本番で着たことはないですね。イエスまだないですね。こんばんは。イエス、どうもこんばんは。ヒヤヒヤ、ありがとうございます。めっちゃ足が痛い。 BKP、 おお、トイレに足乗せたら作動しちゃった。ごめん、そういうつもりじゃなかったね。すいません、失礼いたしました。ちょっとねトイレの蓋に足を置いちゃった、ほら作動しちゃった。テペロユニットバスのものでうん足をね上にしたかったんですよ。なんかすごいむくみそうな気がして作戦この街を歩くとどうして、明日久々、あお久々の公演だ、楽しみだ。ニコファーレ2公演あります楽しみですね。ぜひ楽しみに待っててください。
東京の街に慣れた。東京はそんなに来てないから慣れない。特に駅はダンジョンですね。まあもう多分一人で駅をうろつく機会は多分ないんだろうけど、ダンジョンだね。まやっぱ広島岡山なのね、地元がいいよ瀬戸内、おいでよ瀬戸内。唐揚げくんは食べましたか？唐揚げくんは食べてないんですけど、ローソンさんにはよく行ってます。今日もローソンです。時間作っていきたい。来てね、待ってます。フルーツインって美味しそう。わかる。最近の私の趣味はちょっと高めの緑茶を買って、ちょっと高めって私の基準が150円以上のお茶は高いって思ってるんですけど、150円以上の緑茶を買って飲み比べしてることです。今日もお茶を買いました。今日抹茶入りのお茶を買いました。うまい。いろいろ買ってます。さやかな贅沢。そやねん、そやねんなっていう私の何気ない、何気ない最近のマイブーム。22時54、あと30分ぐらいですかね。みちさんやのんちゃんさん何やってる？みちさんはねまだ帰ってきてない。のんちゃんさんはね多分寝転んでる。眠たい眠たいって言ってた。だからお布団をね顔にかけてあげたらバサッて言って、まだ寝ないって言ってた。でも多分あれは寝るんだな。11時半には寝るって言ってたから。あ、起きてるかな。唇どうした？唇ね、これねどうもしてないんですよ。うん、赤のティントつけたら、あの肌、唇がもともと荒れてるところに染み込んじゃって、なんか血みたいになっちゃった。あら、可愛らしいくしゃみが。めっちゃくしゃみ聞こえた。聞こえました。子供のくしゃみ、確かに
鼻すすってる。ほこりっぽいのかな、もしかしたら。やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい。私に言いないよ。ま、大抵の問題は解決できないから、他人にも求めることじゃないけど、クマさんありがとうございます。化け物の子のエンディングいいよね。化け物の子ね、映画1回しか見たことないから忘れちゃった。どんなんだっけ最後エンディング、覚えてないな。時をかける少女とかサマーウォーズはもう何百回ぐらい見たんですけど、似てしてます。シャツのツヤやばい、確かにテロテロ、新品感が半端ない、サラサラ。ポニテのきちゃん可愛いですか。可愛いですよ。サロンパス。何時ぐらい寝ようと思ってる。なんかそりゃね、早くに寝れるのがね一番いいんですけど、朝も早いしね。ただどうしてもね、12時、せめて1時ぐらいまで起きときたい。何かしらの時間が欲しい。特に何をするわけでもない無駄な 1時間が欲しい。まあ明日の自分をね困らせるだけなんですけど、無駄の1時間が欲しいから1時ぐらい寝ます。うわ腕が痛い。手持ちやからな、腕が痛いねんな。腕と首が疲れた図。忘れたんですよね。もうやだ、嫌なコメントがあると死にたくなる。いやそこまではさすがに言い過ぎた。そんなにメンタルは弱ってないけど。コンビニ行きますよ割と。ハートありがとうございます。コンビニどこ派？ローソン。ローソンさん。メールの返信1時間ぐらい、あれ1時間じゃない、1週間前ぐらいのやつも届きました。読みました。ありがとうございます。私は人の文章を見るのは好きですよ。
くまさんありがとうございます。人の文章見るのは好きです。でも文章だけじゃ相手がどんな顔してるのか伝わらないんですよね。うん、そこが難しい問題だ。コメント全部見えてるのか。見えてますよ、もちろん。私はね、割と根に持つタイプです。だからその自分が感じた少しでもあって思ったコメントを書いた人の名前は来世まで持っていきます。来世まで持っていきます忘れてやらねえからなっていうやつです。みんな不安になってる。いや大丈夫だよ、大丈夫だよ、みんな大丈夫、いい人たちだよ。地獄少女みたい。一遍死んでみるってやつですね。知ってます？あ、これ私の言葉じゃないですよ。地獄少女っていう漫画のねセリフ。ああいうやつ結構好きですよ。まあ言葉は大切ってことですよね。うん、本当に私も気をつけようって思いますよ。だからコメント読んでもらえないの。割と読んでる方だと思ってたんですけどね。ここのコメントって後から見られるの？後から、うん、おやすみなさいって言って切った後、自分のコメントは割と遡ってますよ。でも遡れる限界があるんでね、あんまり遡れないけど前までは。優香の優は人弁です。いつも配信してくれてありがとう。いえいえ、こちらこそ見てくれてありがとう。私がね、一番おおって思った出来事は、なんか、まあんまりよろしくない、よろしくないことはない。まあ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 、それは人それぞれだけども、なんかこういうところがこうこうでこうだからもう推し変するね、にっこりみたいな顔文字が来た時があって、まあいいけどさ、そのにっこりの意味は何だろうってずっと考えてたわけですよ。そのにっこりはどういうにっこりなんだろうって。で、まあ覚えるわけですよ。
あ、覚えるっていうか結構知ってる人だったから、昔から、昔からっていうかよく来てくださってる方だったから、なるほどってなるほどって思ってたら、なんとかちゃんに推し変するねみたいな。でそのなんとかちゃんの配信を見てたら、まあいるんですね。あ、なるほどなるほど、私から去ってしまったのねって、なるほど、まあ他界されちゃったのねみたいな。ほんほん、まあ私はね、まああなたにそれだけしか愛をあげれなかったのねって。したらさ、当たり前のようにさ、私のショールームにさ、なんかやっぽいみたいな感じでコメントをされたことがありまして、私はその一瞬をね見逃さなかったんですよ。いや拾わなかったですけど、あれみたいな、あらららら、みたいな、あれこの間なんか推し変するねにっこりみたいな、しかも冗談じゃなく割とガチめなさ、なんかゆきちゃんこういうところが悪いからこういうところで書いてて、だからまるまるちゃんに推し変するねにっこりみたいな、にっこり、あれあれやっほい、あれみたいなああなるほどね。まあこれからも末永くお付き合いしましょうやって感じですね。これからもよろしくお願いします。はいっていう出来事がありました。うん、帰ってきてよかった。うん、まあ確かに嬉しい嬉しいけど、なんだろうこの複雑な気持ちは、何なんだろうっていう、私のこの気持ちの整理がつかない。嬉しいけど嬉しいけど、この心に留まったモヤモヤは何だろうみたいな。っていう、これが恋、恋なの分からんいや恋じゃないな、にっこりはないだろうにっこりって私びっくりだよ、あのほんわかした顔文字をさ、そこまで怖い意味でさせた顔文字はないよなかなかにっこりってせめてプンプンマークにしてくださいよみたいな、うん、っていうね。そうだ、胸に引っかかってたことは多分それなんですよ、にっこりって。まだプンプンしてくれよ、根に持ってる。うん、いや根に持ってるっていうかね、なんかこうモヤモヤしてたやつ、最近そういうことが続いてますうん、にっこり忘れて恋は俺にしろ、あじゃあ惚れさせてください。はい、合田武雄くんみたいな人が好きです。まずは体重を50キロぐらい増やすとこからですね。
ニッコニッコニーして、ニッコニッコニー、あ、わかんない、あんまり見たことないんですよね、ラブライブ。こうか、こうか、わかんない。初剣山なの一罪役か。あー、なるほど。いや、あのね、多分ほとんどの人はそういうことじゃないと思う。多分自分に心当たりがある人も多分冗談っていうことはちゃんと相手に伝わってるタイプの人が多いと思います。でもあのにっこりは、私は明らかにあれは冗談じゃなかった。本気で推し変されて、本気でその別の人のとこいたはずなのに、当たり前のようにやっぷいと言ってきた。私の一回傷ついたあの心は何だったんだろうって、うん、っていうねことです。私は割とコメントを見てます。そう、シンプルに受け取りすぎた。私が冗談通じない性格だったのかもしれない。うん。でも割とさ、結構長い分でさ、自分の悪いところ来てたからさ、ああ本当に嫌われちゃったんだなって思ってたわけですよ。まあまあその人に限らずだけどさ、別にその人がどうたらこうたらじゃないんですよ。私はそうじゃなくてさ、誰でもさ来るじゃない、なんかメンタルがさ、そこでさなんかやっぽいってきたら、ええみたいなあれみたいな、うんって思っちゃったんですよね。まあそれはね、全然関係のないね、皆さんの前で言うのは違うんですけどね。なんとなくよ、私そういうことも言える相手がおりませんので、まあたまには愚痴ですよ、愚痴。お付き合いください愚痴ですよ。うん、ほんとたまにだから、あんま言わないしね。めっちゃお腹鳴っちゃったよ TIFF、うん、お疲れ様、ありがとうございますあんまり愚痴言わない、人の前でも言わない、普通に実際会った人の前でも。言ってどうにかなるわけじゃないんでね。ハート1万、お、あらら、愛藤さんハート1万個、お、なんとか1万個って言うとショールームイベントを思い出しますね。すみません、ありがとうございます。愛がラブズッキュン、ラブズッキュン、ありがとうございます。すみません、ハートのタワーいただきましたありがとうございました。いや、もうお守りはもういいですもうお守りはもういいですうん、更新しません。ありがとうございます。意外に背が低め、背が低いというよりは平均なんですけどね。ちょっとイカセンスタイルが悪いものでチンチクリンなんですね。はい。せめてね、あのこのどうにかしてこのダックスフンドみたいなね体型をね。はい、
改善できればいいと思うんですけどね、なかなかあの足がね人一倍短いもので、高岡聖奈さんと話した、なんかそんなにお話っていうお話はしてないです。ただ誕生日おめでとうございますって一言私が勝手に伝えただけで、全然本当にもう私みたいなのがねお近づきになれるなんて全然思ってもないんで、はい、ただねあの間近で見れて誕生日おめでとうって直接言えただけでね本当に最高に幸せなんでね、心も晴れ晴れですよ。もう私なんかの口からね誕生日おめでとうなんて本当おこがましすぎるんですけどね、いやありがたい、いいねそんな感じですね。手紙書かなかったの？いやだってさね、まさかそんな見合うと思わなかったからさ書いてないんだよね。しかも私ファンレターとか書くと異様に文章が気持ち悪くなっちゃうから出せないな。そなたは美しいぞよ、もののけ姫ですね。世界が生んだ一筋の希望ですよ、あの方は。本当にまゆゆさんとね福岡聖奈さんは、世界のねあの世の中の悪人になぜ善意がないのかっていうとね、福岡聖奈さんと渡辺まゆゆさんにねあの全部費やしてしまったからなんですよ。本当に感謝感激。手紙を書き始めて早半年が経ちました。いつもありがとうございますちょっとわかります。やったね、わかってくれてありがとう。ミカニャン元気、ミカニャン元気だよ。でも LINE 返してないよ、全然返そう。ね、なかなか返せてない、溜めちゃってる。今日ミクニャンにうざいぐらい LINE 送っちゃおうかな。明日の朝にしよう、眠たいだろうから。ミキちゃんってここですか？ミキちゃんです、どうも。私沖ゆかでございます。なんか最近 LINE を貯めちゃってね、あのなかなか送りづらいんですよ。もう今日はでもなんか今日疲れたな。寝よう、ちゃんと寝よう。昨日寝落ちしてたんですよ寝落ちしててね焦りました。20分、あららららららら、あららららあら、早いじゃないの。何時間睡眠？11時ぐらいに寝落ちたから、でも割と寝てるかもしれん。でも5時半起きだから早かった。そろそろ団長を読みたいと思いますね。 Yes、13位ルックさん、ありがとうございます。12位竹ひろさん、ありがとうございます。
11位もみさん、ありがとうございます。10位やっさん、ありがとうございます。9位パパパパンダさん、ありがとうございます。8位クッキーさん、ありがとうございます。グラビア出る雑誌の発売が8月9日です。8月9日発売です。男女入れ替わりましたね。もう一回読みます。10位もみさん、12位やっさん、ありがとうございます。11位パパパパンダさん、ありがとうございます。そして10位がトリダーさん、ありがとうございます。9位タキヒロさん、ありがとうございます。本日誕生日らしいジローさん、ありがとうございます。お、8月3日、8月3日は、あ、今日8月2日 ?3 日か、3日ですか、3日だったらパンツの日ですねって言おうと思ったけど、8月3日ですか、おめでとうございます。ハーサの日、確かに。そして7位が消化道弁当さん、ありがとうございます。6位クッキーさん、ありがとうございます。そして5位がトートーさん、ありがとうございます。4位がプーピーさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして3位がレインメーカーちゃん、ありがとうございます。そして2位がひろけちお兄ちゃん、ありがとうございます。そして1位が、1は漢字の1ですね、斉藤さん、ありがとうございます。ハートたくさんありがとうございました。ご心配おかけしました。ティフありがとうございました。うん、楽しかったぜ。なかなかね、私があんなね、あの太陽の中踊るってことは本当になかなかね、多分人生を通してもね、この STU48 の間だけだと思うのでね、すごい貴重な体験でした。絶対普通に生きてたら絶対外出てないからね。はい、まあ、皆さん暑いのでね、これからも水分補給気をつけて、はい、そんな感じでそろそろ終わって、私は明日に向かって、ね、眠りたいと思います。明日ね、夜できるのかな、ショールーム、ショールーム、あ、できないかな、明日多分できないかもしれん。朝はね、朝ね起きれる自信がないんですよね。でもどうだろう、起きれるかな、いや無理かな。はい、まあ、明日メールも楽しみにしててください。頑張ります。それじゃあまた明後日明後日、はい、ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあそろそろ切ります。じゃあね、バイバイ、おやちゃらぽー。